本線の線路が並行している近田駅は、山梨県甲府市上東一丁目にある、東海旅客鉄道見延線の駅。単式ホーム一面一線を有する地上駅。線路はほぼ南東から北西に走り、ホームは線路の南西側に設けられている。駅の前行寺寄りに、ホームに接する形で、高床式の簡易駅舎が設けられており、外へはそこから階段で下る。 駅舎内にトイレはない。南甲府駅管理の無人駅。当駅は、見延線で唯一東京西鉄道管理局に所属していたため、静岡鉄道管理局に所属していた見延線内の他の駅と比較すると無人化の時期が早い。駅舎内部には出発口の跡が残っている。当駅付近の見延線は中央本線と並行しているが、同線に ホームは設置されていない。同様の事例は、大井戸線北松本駅、神戸線乙女駅、東小室駅、由合高原鉄道町海山六線薬主道駅等がある。このため、国鉄時代の禁止交付館は前述の通り、東京西鉄道管理局の管轄区間であった。交付駅から、新宿駅や塩尻駅方面へ利用する、際、 大都市近郊区間で完結する場合は 100km を超える区間の乗車券でも途中下車できないが、近郊区間外である、当駅発着の乗車券を購入すれば、途中下車が可能となる。なお、新宿駅から、甲府駅までを普通列車で行く場合も、甲府駅経由で近隣駅までの場合も、同額の2310円である。そのため、途中下車をしたい場合は、 金出までの乗車券を購入することを推奨する。1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。沿線人口の多い甲府市内の市街地に立地しているにもかかわらず、当駅の立地条件や中央線との接続などの問題から利用者は少ない。駅周辺は江戸期から昭和に至るまで金出町と呼ばれ、1929年の開業当初、当駅は 駅名と同じ金種町に属したが、1963年に、金出町は、上東一丁目の五丁目の一部とされ、金出の地名は消滅した。なお、金出という地名は同省を通過している旧、公衆街道の道路形状が、城下町特有のクランクになっており、これを、鍵出と呼んでいたが、後に鉛り、近出と呼ばれるようになったことが由来である。 甲府駅のすぐ東隣の駅であり、駅は甲府の市街地にある。駅付近には歴史のある寺院が多く所在する。駅前は道が手狭のため路線バスが入ってこられない。ただし、駅から南へ少し行った国道411号沿いの甲府駅方に上等一丁目バス停が、伊沢方に甲府市立図書館入り口バス停があり、そこから乗ることができる。 ありがとうございます。